はい、それじゃあ晩ご飯ここ行きます。嗅覚イエーイロサンゼルス近辺来るとカリフォルニア来るとなんかいつも晩ご飯必ず1回はなんか嗅覚になるよねこの隣のなんかカレーカツっていうのもすごいなんかちょっとカレーの匂いしてる、カレーカツもなんかちょっと食べてみたいけど予約してあるんで嗅覚行きます。はい、赤いやつがハッピーアワーで、赤がついてないのハッピーアワーないんだね。じゃあこっち側からハッピーアワーのやつ選ぶがいい。うん、どれが美味しいんだっけ。ガーリック醤油とカルビーチャックリブと焼きしゃぶととろみ一個ずつかなんか全部これぐらいでちょうどいいんじゃん。なんか暗いからちょっとよく映んないかもしれないけど結構天井高いしすごい綺麗な店だねここね。まだ今ちょうど5時なんでハッピーアワーやっててまだお客さんは半分ぐらいしか入ってないです。牛寿司っていうのやってるみたい。12ドルもしてるけど4ピースで。サラダとビビンバ1個と肉を4皿注文しました。2人だけなんでちょうどいいと思います。はい、まずサラダから届きました。大きいねこれ。フルサイズって結構サイズが大きかったね。はい、じゃあ食べます。3つ届きました。どれがどれだろう、よくわかんないけど、これが焼きしゃぶで、これが焼きしゃぶかな、これがとろビーフかな、あとガーリックが上がるやつ、これがとろビーフ、これがとろビーフ、これが焼きしゃぶだと思う。すき焼きビビンバも到着しました。まだすごい暑そう。はい、最後のもう一つの肉も届きました。これがカルビなのかな、わかんないけどこっちがカルビのような気がするけど、そうか、これがカルビかな。
はい、全部食べ終わりましたちょっと咳き込んでます。美味しかったね。アメリカ中って言ってもカリフォルニアとワシントンのしか行ったことないけど、どこもまあ大体安定の味だよね。なんか肉の切り方がなんかぐちゃぐちゃだったりするけど、そうそうそう、でもまあこれぐらいは仕方ない、味は同じだと思う。はい、それじゃあ晩ご飯おしまいです。この後ちょっとデザート、なんかモールになってていろいろ店あると思うんで、ちょっとデザート、デザート探しに行ってみます。あの道路越えた向こうの方が多分大きいんだと思う。だけどあのカレーカツっていうのはちょっとそそるね次はあれだなパパ、あとほらラーメンっていうのもあるよ。ラーメンたくさんあるね。マヤラーメン、あそこくら寿司っていうのもあるじゃん。はい、じゃあこれからちょっと道路越えた向こう側の方まで移動します。なんかアップルストアとかもあるんで、向こうの方がもっと大きい店がたくさん入ってると思います。それじゃあメイシーズにまず入ってみます。これまたあるホットドッグオンナスティック、この間食べたやつだアンティアンズ、うん、お腹いっぱいだから、うん、はい、ここでタピオカティー注文しました。タローのティー注文した。うん、中国系の店だね、これね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。明日はディズニーランド行きます。